チェロソナタは一般的にはチェロを独奏楽器とする小編成の楽曲の総称。バロック音楽器に通奏低音を伴奏とするものとして成立。その後古典派音楽器のピアノの進化により、ピアノとの二重奏ソナタに発展した。鍵盤楽器以外との組み合わせのソナタや無伴奏チェロソナタに対しても用いられる。当初は伴奏楽器として用いられ、 ビオラダ・ガンマやビオローネの代用だったチェロに初めて独創楽器に地位を与えたのはボローニャのドメニコ・ガブリエリによって作曲されたリチェル・カーレだとされる。その後イタリア各地に広まりアントニオ・カルダーラ、ベネデット・マルチェット等がベネツィアでチェロ・ソナタを作曲した。バロック後期にチェロに人気が出たフランスではアントニオ・ビバルディやフランチェスコ・ジェミニアーニが同じ出版社から チェロソナタ集を出版した。バロックと古典派にまたがって活躍したルイージ、ボッケリーには、チェロのビルツオーソとして、チェロの可能性を追求し、多くの重要な作品を残している。古典派音楽機では、ベートーベンのロマン派音楽のソナタが特に知られている。ベートーベンのソナタは、ピアノの性能が十分でなかったためピアノ伴奏の、チェロソナタと言えるが、ブラームスや、 ホーレラの時代の作品は、ピアノとの二重奏ソナタにまで発展している。また既存のピアノとバイオリンのためのソナタを異常したり、あるいはバイオリンパートをチェロ用に書き換えたりするなどして、チェロソナタとして演奏する事例もあり、中でも、フランクのバイオリンソナタ異常調やブラームスのバイオリンソナタ第一番と蝶々、雨の歌といった例が名高い。また、同様の編曲で最も名高い例は、 シューベルトのアルペジョーネ・ソナタイ単調であろう。一方、バッハの作品の認知が進むにつれて、それに触発された作品がこの分野にも出現するようになった。イザヤ・コダイラの無伴奏チェロ・ソナタは、バッハの無伴奏チェロ組曲に感化されている。なお、ソナタではないチェロとピアノのための二重奏曲については、別行があるためそこで取り扱い、ここではソナタ、 または、ソナチネのみを列挙する。また、ソナタ以外の無伴奏作品についても、無伴奏チェロ曲の項で取り扱う。単に、ソナタとある場合は、チェロとピアノのための作品である。ありがとうございます。